2015年優秀選手の表彰を行います。この表彰は桜リーグ選手権大会、春季大会、西本幸雄杯大会、夏季大会並びに秋季大会の4大会の打撃成績で優秀な選手を収めた選手に贈られるものです。お名前をお呼びしますので前にお進みください。2015年度優秀選手個人表彰者、最優秀選手賞、打率6割5分8厘ジュニアコスモス、二瓶貴文君。優秀選手賞、打率6割1分7厘内郷スターズ、福島翔太君。打率5割9分4厘西津クラブ、斉藤隆之君。続きまして最多ホームラン賞、本年4つのホームランを放ちました西津クラブ斉藤隆之君、はい、新人賞、打率4割6分6厘マノダイジャイアンツ浜田空君、はい、大平仁志理事長より表彰状並びにトロフィーを授与します。最優秀選手賞、二瓶貴文君殿、あなたは第32回桜リーグ選手権大会において優れた成績を収められました。よってここに賞を贈り、これを称えます。2015年10月24日桜市小宮区リーグ理事長大平仁志、おめでとう。福島翔太君、前に。最優秀選手賞、福島翔太殿、以下同文でございます。おめでとう。斉藤隆之君。優秀選手賞、斉藤隆之殿、以下同文です。おめでとうございました。合わせてホームラン賞も斉藤隆之です。はい、最多ホームラン賞、斉藤隆之殿、以下同文です。おめでとうございました。新人賞、浜田空君。新人賞、浜田空殿、以下同文です。おめでとうございました。また来年も頑張って、はい、優秀な成績を収めた選手の皆さんにもう一度熱い拍手をお願いいたします。この賞をもらって嬉しいです。あ、この中に名前もついてるし、とてもいいトロフィーだと思います。でももっと野球が上手くなりたいので、これを励みに頑張りたいと思います。ありがとうございました。優秀選手賞を取れたので良かったです。まあ、毎日練習してきた成果が出たので良かったです。あと大会は少ないので、その大会でもヒットを打てるように頑張ります。この賞を取ったのは、いつも朝お父さんが練習に付き合ってくれたので、お父さんに感謝したいです。
新人賞を取れて嬉しいです。僕はまだ5年生なので来年も3位以内に入ってこの賞を取れるように頑張りたいです。